西村総在門西村総在門から1935年5月16日は明治から昭和時代前期にかけての染色家、戦争当主。本性は三国、名は自家厚紙。三国優、眠りの三男として京都に生まれる。1872年に先代西村総在門の養子となり、1891年家徳を継いで襲名。 京都の五福将千切り屋の文家戦争停止となる。千切り屋一門の経図によると、子祖である本家の与え三重門から数えると十二代目だが、文家した西村総在門としては九代目となる。明治初期、岸田家道、今お経年らに下絵を依頼し、経友禅の進行を図った。他、ビロード友禅や無禅友禅を考案し、国内外へ広く紹介した。明治末期には、 京都市内に2店舗を構え、南店では、友禅染めの製造卸し販売、北店では、ビロード友禅など、室内装飾用の織物製造販売輸出を営み、苦内省のご用を受けるなど成功を収めた。特に、絵画、室内装飾品としてそのまま通用する、美術染色品は、明治政府が輸出産業として奨励したため、総菜紋も新時代を生き延びる手段として、 意欲的に取り組む大半が輸出されたが、傷みやすい剣糸を使用しているため、良い状態で保存された作品は少ない。菌糸と絹糸をふんだんに使った、豪華な刺繍絵、クジャクズ刺繍屏風は、現存する貴重な総造絵門作品の一つである。ありがとうございます。